伸びやかさなんですよね。なかなか短い筆では書きづらいんですよ。つらーん。はい、毎度お越しやすつららん。あざっかやつらんのあざっか前作らない職人、承知でございます。秋ですね。ハロウィンも終わって。秋っていうか、ちょっと寒くない？冬な感じしますよね。なんか日中はね、涼しいなっていう感じで折れるんやけども、夜とか朝寒い思って。ね、暑かったり寒かったり大変な一年でしたね。はい、秋といえばですね、毎年紅葉のモチーフを何かしら描いてるんですけど、今回ですね、僕の苦手なモチーフにあえて挑戦してみようかなと。紅葉は紅葉でも、イチョウ並木ですね。黄色。今回ね、モチーフとするのはこちらのフリー画像を参考に水彩画、透明水彩ですね、描いてみようと思います。黄色という色は本当に難しくてね、ほんま繊細なんですよ。他の色に濁されやすくってね。で、あんまりなんか目立つように描いてしまったらなんか浮いて見える難しい色です。結構黄色で失敗した方ね、たくさんいるんじゃないかな、これ見てくれてる方。今回は絵のレクチャーというよりも僕の挑戦ですので、温かく見守ってくださったらなと思います。はい、それでは、ちょっとでもね、まあ僕の挑戦が何か参考になればいいことですしね、動画として残しておくこと。はい、では早速も今日は何も言わずに書いてみたいと思います。もうだいぶ喋っとるけどな。はい、今回使うのですわね使うのですわねなんかおねえみたいなんだけど、今回使うのではですね、少し大きめですね。やっぱ風景画はね、ちょっと大きい方が伸びやかに筆を動かせるかなということで、ウォーターフォードじゃない、ホワイトアトソンの、もう今日絶好調やな、ホワイトアトソンの F4 サイズです。これを使って描いていきたいと思います。周囲には、幅6ミリのマスキングテープを貼っています。はい、ではデッサンからやっていきたいと思います。今回の構図はですね、割とね、構図としてはオーソドックスやと思います。一点透視図法ですね。ここら辺かな。ちょっと下のあたりにね、消失点があって、そこに向かって、木ともですね、木も吸い込まれていくように、ちっちゃくなっていってます。これは一点透視図法と言います。ただ、こういうシンプルな構図ほど難しいですね。だってもう、ほとんどがイチョウのその葉っぱでね、これをどう水彩で描いていくかっていうことなんですよ。では、ちょっとチャレンジしていきたいと思います。まず、地平線どこら辺に取るかっていうことですね。まあ、辛気臭い話をすると、この地平線何個分がこの画面に、ね、上の方入ってるかっていうことを見たりして、大体の高さ。鉛筆はね、8B 使ってます。濃いですね。濃いすぎるぐらい。ちょっと右の方ですね、消失点が。ここら辺じゃないですか。ここに向かって、この道。道の角度大事ですね。こう道と、これ並木ですね。木一本一本をね、ちょっと見てしまいがちですけど、そうじゃなくて、この木の、ここの幅をね、もう木の幹のこの列を幅とみなしてですね、こんな風にしていこうかなと。ここだから全部木です。で、ここで一本一本木を分けていこうかなと。でもほとんど一丁に覆われちゃってね、木がね、見えないんですよね。だから、デッサンをほんまに大まかにしておいて、もう色でね、もう大胆に滲ませながら塗っていくっていう形になるんじゃないかなと思ってます。ここに見え、覗いてるちょっと枝とかは、なんとなく描いておきましょう。こっちの方が間隔が広いね。木と木の。ここら辺とかガーって立ってるけど。実際に野外スケッチ行くとね、じーっと見て、5時間も6時間も描いてられないですよね。だから効率よく色塗っていく方法とか勉強していかんとね、あかんのやと思うんですけど、結構考えてる時間って多いんですよね。ここどうやって塗ろうかなとか、そういうのがなくなってきたら、僕のまだまだ考えてしまうんですけど、そういうのがなくなってね、バーって塗っていけるようになったら 1,2 時間でね、スケッチできるようになるので、野外スケッチもね、ハードルがぐんと下がると思うんですよ。で、人描きます。人の大きさ、これ結構大事ですよね。だいたい人のシルエットって頭の大きさとこの上半身下半身の比率やと思うんですね。そこに手がある感じ。立ってるこの位置も大事ですね。こう、こっちの人と比べてどうかとか。このね、ウォーター、またウォーター言ってもらった。ホワイトアトソンはね、僕苦手でね、割と髪がやわいので、ハードな描き方できないと思うので、軽めの彩色でやっていくしかないですよね。はい、こんな感じでどうでしょうか。もうね、下のこの人の群れだけで、群れって言っていいんかな、ほとんど他に描けるとこないんですよね。もう全部黄色やから、こういう時にこそ水彩画のそのなんていうかな、大胆な塗りを生かして描いていきたいんですけどね。さあ、どうやって描いていきましょうか。
で、練り消しゴムでですね、書きすぎたところを押さえておきます。この時に消すやつが補助線っていうやつです。こうね、先ほどこうやって引いた、消失点に向かっていって引いた線とかは、これ実際にないやつなんでね、いろいろ測るために引いたやつなんで、これは消します。これ補助線がね、デッサンの時はすごく、大事になってくると思うので、こういうとこも消しておきます。練り消しかけただけでね、割ともう、モケモケしてる感じがするんですよ。ほんま弱いねんな、ウォーター。またウォーターいう、ホワイトアトソンね。ホワイトアトソンやっぱ苦手やから覚えもできへんのかな。じゃあ、書いていきたいと思います。書くといってもこれどうするかですよね。もう僕は今回ね、もうこの上の黄色はね、水の力を借りて一気に書いていこうと思います。まずですね、全体に、やっぱりブワーっとね、滲みを生かして柔らかい筆跡が残らない塗り方をしたいので、全体に水を引いてあげます。これやっぱ大事ですよね。この水引く加減も大事ですね。このびっちゃびちゃにすぎても、広がりすぎてね、広がるっていうか泳ぎすぎてね、ダメなんですけど、この、ちょうどしっとりしてるぐらいの感じの、引いておいたら、なるべくね、ここでも大きな筆使いたいですよね。なんで大きな筆使うかというと、大きい面を作っていけるからですよね。簡単な話やけど。はい、これは、ホルベインさんのニューイリセーブル20号を使います。だいたい20号は F4 ぐらいがね、ちょうどいい。サイズっていうかね、これぐらい大きくないと大胆に塗っていけないので、たっぷりね、まずね、絵の具作ります。足りなくなっちゃダメなんで。で、これはエキサイトイエローじゃなくて何やったっけこれ、何イエロー、これ全然出てけえ名前、もう僕何年やってんだろうな、ほんま色の名前覚えられへん。はよ乾いてしまう、何やったっけこれ、今出てると思います。はい、この色とまずこの色だけで塗っていきましょうか。塗るっていうか、この塊を意識してですね、ちょっと画面だから傾けた方がいいですよね。ちょっと乾いてきてるわ、もう一回水行き直そう。まあ、全体に明るい黄色ですよね。この黄色の中でもね、なんていうかな、茶色みがかってたり緑がかってたりするところがあるんですけど、今はこう下地としてですね、明るい色を塗っていきますね。塗るっていうか、もう泳がす感じですよね。で、今、これから描くところよりも、この黄色が薄かったら、今かかっちゃってても平気です。でも、こことかはね、ちょっと、これは向こうの景色が見えてるのかな。黄色よりも薄い色なので、ここはちょっと着てほしくないから、もし着た場合はこれで拭ったりね、して、ここをちょっと留めておきたいですね、この淡さを。じゃあこんな感じで、下地の色が塗れたら、今度はですね、すかさずこの色が乾かないうちに、この黄色の中でもちょっと茶色みがかってたり緑がかってたりするところがやっぱあるんですよね。目を薄ぼんやり見てみると、こことか黄色が割と鮮やかなんですけど、先ほどのイエローにですね、これはパーマネントグリーンナンバーワンかな、これを混ぜた色で、ここら辺はちょっと緑っぽいねんな。大きく泳がすようにこんなん入れたり、あと茶色ですよね、先ほどのイエローにセピア混ぜます。バーミリオンヒューも混ぜましょう。これを大胆に傾けたりしてね、自分の好きなエアダを作るようにしたいですね。筆では描けない、仕草してくれるんですよ。流すと。はい、ここは先ほど言ったように景色が向こうにあるので、ちょっと黄色は来てほしくないとこですね。一回乾かしましょうか。はい、一回目乾かしました。なんか不思議な感じになりましたね。この霧吹きで絵の具塗ったところにシュッとかけると、こういう模様ができるので、これをね、活かしてなんかこう、筆でちょんちょん描くことができないので、今回の描き方は。このムラをね、葉っぱに見えるようにしたいなと思ったんですけど、どうなるかな、難しいな。はい、ではここから2層目の着彩やっていきたいと思います。次はですね、道の色ですね。何色やろ、これ。ペインズグレーとセピアかな、混ぜた色で。まだね、道の色より人が濃いので、これも気にせずにやっても大丈夫だと思います。木と木の空間ですよね。これも、なんか実際にはゴミゴミしてそうやけども、細かいとこは描かずに置きますね。で、こっちのね、景色が少し向こうのに見えてるとこは薄くブルーっぽい感じがするので、ホリゾンブルー、これを薄めた色で、ちょっと向こうの感じを出しておきますね。
じゃあここら辺からちょっと筆持ち替えて、少し小さめのリスゲの筆に持ち替えます。これ植え込みですね。じゃあ奥の方から、並木を描いていきます。このね、黄色をね、もう一回綺麗に溶かしてですね、これですね、向こうのところからもう一回描いていきます。大きな面を意識してですね、ちょっとこう手前の一丁をこう、なんていうかな、意識しながら奥を描いていくみたいな。大きなリスゲも使います。先ほどの茶色を混ぜたような色で、大きく影を見ていくっていうか、こんな感じで描いていきたいですね。影の部分だけ塗っていく感じにしたいな。ここは黄色単色 で黄色もまた上から重ねていきます。大きく筆動かしたですね、やっぱね。濃いところを入れて、相対的に黄色いところ目立たすっていうか、そんな感じでやれたらいいな。ちょっと自信なくなってきてる。描かします。はい、じゃあ今度はね、人をね、描いていきます。人はね、ほとんどこれもグレーですよね。アイボリーブラックとプルシャンブルー、それからセピアなんかを混ぜてシルエット描いていきます。頭が大きくなりがちなので、ちょっと気をつけながら、あまり細かいとこ描かない方がいいですよね。今ね、黄色がね、すごく目立ってると思うんですけど、この周りの人物や枝を濃く落とすことで、対比的に黄色がね、薄く見えると思うので、そういうことも考えないといけないんでね。って向こうの方の人物は少しだけ薄くしておきますね。で、なんかいろんなね、服の色とかあると思うんですけど、基本グレーにしてシルエットで、目立つ人だけ濃ゆにね、赤とかオレンジとか緑とか入れたらいいと思うんですよ。なんかね、色とりどりしすぎるとね、人が目立ってしまうんですよね。たんまにちょい鮮やかな人がいるみたい。この人たちもね、よーく見るとね、その影の色とかがややブルーがかってたり茶色がかってたりってあると思うんですね。そういうとこをね、忠実にやっぱり色変えてあげると、ただ黒だから、黒ってほんまね、難しい色なので、浮いてしまわないように、黒って言って黒を作って塗るんじゃなくって、ちゃんと一個一個見たいですね、色をね。ちょっとここら辺はセピアっぽいなーってなったら、ちょっと色を変えてみたりね。で、ここら辺から人物を浮き立たせるために、向こうの並木のね、ところも描いていきます。奥まっていく感じでね、こうアーチになってますよね。その感じでこの影を入れていくっていうか、この人物のこの黒の中にも濃淡をつけてるっていうか、影になってる部分と明るい部分とあるので、影の部分はしっかり暗く落としてあげると立体感つきますよね。ちょっと大げさめに表してもいいかもしれません。木にも立体感つけていきますね。片側だけ、こっちから光当たってるので逆側に影がつきますね。人物はね、後でね、ガッシュ入れますね。人物にね、ガッシュ入れるとね、だいぶ立体感つくんですよね。ほんまさながら水墨画のように、枝とかね、自然物なんでね、あんまりここでこだわってもしゃあないし、手前手前に描いていきます。この木の色はセピアとウルトラマリンブルーとオペラを混ぜた色です。思いっきり影つけたいので、濃い色にして片側に一気に影つけていきます。じゃあそろそろまとめに入り出しますね。人物のこの隙間とか空いちゃってるのが気になるので、少しこう奥の方を描いたりね、
人物が同じ地平に立ってる感じにしないとダメですよね。よっしゃ、あとはね、一気にね、影をつけていきます。この下にできた影ですね。これ入れることで、だいぶね、立体感も出ると思うんですね。影の色は、セピア、コバルトブルー、オペラです。こんな感じの色ですね。大胆につけていくことが大事ですね。枝によってできた影なんですかね、こういうの。向こうの方に行くに従って細くしていきます。そして薄くしていきますね。あと、この地面にね、黄色がね、あるんですよ。これ散ってるんでしょうね、イチョウが。ちょっと威嚇吐かそうか。この黄色がね、侵されてしまうので。で、鮮やかに地面に黄色を塗っていきます。チモやな。で、木の空間のとこも塗ります。こんな感じかな。もうここまで来るとね、大きな変更ってできないんですね。いかに今まで変えてきたところを大事にしていくかだけやと思うんですけど。まあ難しいっすね、ほんまに。木々に思い切って立体感をつけていきます。アイボリーブラックとセピアを混ぜて、ちょっと濃いめの茶色を作ったら、これで影になってるこの木のとこですね、こういうところ、一気に濃くしていきます。こっちは影になってるんで、割とね、幹が濃いです、色が。だから大胆に。こういうとこは黒をしっかり使ったらいいと思うんですけどね。使いどころがね、難しいですよね。この木から覗いた枝っていうか、そういうとこも嫌味のないように、ところどころ塗っていきますね。こう嫌味なくね、描くの難しいんですよね。浮いてしまうんですよ。大胆に塗っていくことが大事ですよね。もうこう、入っていかない。一回塗ったら、あんまこうペタペタ塗らない感じ。一回一回こう筆跡を残していくっていうか。形にこだわってしまうと、あ、ちょっと右行きすぎたとか思ってさ、何回もこう塗ってしまうじゃないですか。それがね、なんか重たい絵になってしまうんじゃないかなと思うんですよね、最近は。なるべく一回こう筆入れたらもう、ごちゃごちゃいらわない。ことを僕は意識してやってます。まあ、作風にもよりますけどね。中途半端な絵が一番ダメなんでしょうね。書き込むなら書き込む。触らないなら触らない。決めてやっていきたいですね。奥の方に、ビルとかがねえな。うっすら入れとこうか。じゃあ、この間買ったお気に入りのオルベインさんの、これなんや。細い筆で。プライマリーホワイト。ガッシュ。ところどころ、人物に、ハイライト入れていきます。全部白じゃなくてもいいですよ。なんかちょっと色味変えたりしても。じゃあ最後の最後に、もうハゲハゲになっちゃいましたけど、ラファエルの長穂筆というやつで、リガ筆ですね。枝の色をもう一回含ませて、細い枝を伸びやかに描いていきます。あんま濃くしない方がいいですかね、このパートでは。これはね、この筆でしかね、表せない伸びやかさなんですよね。なかなか短い筆では描きづらいんですよ。ああ、今日はここまでか。はい、一応並木の風景画、水彩画で描いてみました。いやー、難しい。まあ、あんま納得いってないですね、やっぱりね。まあ、この紙にちょっと手間取ったのと、あとこのね、なんやろう。まあ、言うたら一枚一枚じゃないですか、本当はね、この全体を構成してるもんって。イチョウの葉っぱ一枚一枚ですよね。それがこう、よーくつぶさに見てると、
一枚一枚感がわかるんですけど、やっぱりそれを表してしまうと全体感が崩れてしまうので、そことの釣り合いをね測るのが難しい。中途半端になってしまったかな。もうちょっと最初にね、大胆に色をポンポンポンとこう陰影見て置いていけたらなーっていうところはちょっと今日悔しかった点ですね。でもこう代表的な一点透視図法になってて、奥の方に向かって人物が進んでいってる感じは、まあうまくいったんかなーと。まあこれの積み重ねですよね。うまくいったところとダメやったところをしっかりこうね、絵が完成した時に反省会っていうかね、一人反省会してね、次はこうしてみよう、ああしてみようってこう考えていくのが大事なんかなと思います。まあ僕のこんなあがきもね、皆さんの何かの参考になったらなと。かーで難しいなー。まあでも勉強じゃないところもあるんでね、絵ってね、楽しんで描くことも大事やから、この人を描いてるところはね、ちょっと僕楽しかったです今日は。なんで切れたん今。あとこの木のね感じなんか大胆に筆運べたかなと思って、楽しむことが大事ですね。あまり勉強臭くなってもあかんし、今ね街に出るとね、こういう景色いっぱい広がってると思うので、まあ、なかなかね寒い時もあったり、今回ね僕こう写真見ながら描いても1時間半かかったので、なかなか F4 サイズぐらいはねちょっと難しいかもしれませんけど、ちっちゃいサイズでもいいので、一部分でもいいので野外スケッチしたりね、写真撮ってきたやつを家で描いたりして楽しんでくださったらなと。芸術の秋なんで、そんな皆さんの、絵画ライフの一助に僕の動画がなっていたら幸いです。それでは本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。またお越しやす。最近全国的で田舎ではね、熊が発生しておりまして、我が地域でもついに熊出おりましてね、もう日明けの遅じゃないですか。ゴミ出しするとき暗いんですよ。怖いねん、熊がおりそうで。だから一人でね、おい、おい、とか言いながらね、ゴミ捨て場向かってます。不審者やん。